主家出ましゅか、猫マカ酒天童子カチカチ魔王支援。こんにちは、とまです。風邪も治ってきたんで行きましょうか。ちょっと挨拶のタイミングが悪かったが、まあいいでしょう。なんか追加されたらしいね。 Z1 体 SSS5 体引いた方がいいですかっていう質問あると思うけどね、引かない方がいいね。間違いなく引かない方がいいです。主家はね、いや俺好きなんだけどね、結構プニプニでは強くないね、正直。 Z ランクだけど、しかも確率もね 1.5 ぐらいあれば、まあ 1.5 あっても微妙か、まあでもそんぐらいあればまだ考えるけど、 SSS に関しては 0.228 だからね、ほぼ出ないでしょこれで。主家が 0.5 でしょ。なのでまあだいぶ怪しいんやけどね。はい、引くか、まあ引くか。これちょっとポイント多いからややこしいけど、サブアカです。はい、最近毎日10連っていうのをね、おまけでやってるんやけど、ここでいきなり100連しちゃうっていうね、謎の展開です。まあ、100連して、さっき言った6体が全部出れば素晴らしいといった感じでしよう。今日も行きましょう。レバーワン。いや、これ多分出ないんだよね。いや、もうわかるんだよね。この復興のやつってなんかあんま出ないんだよね。前もあったよね。前もあったっていうか結構あるんやけど。で、あれかな。はい、ニャンボ。ニャンボが、ハロウィンニャンボかな。これがね、10月の31までだから、今日来てもよかったんやけど、だからほんと明日とか明後日とか、そういうレベルで来るかな。ハロウィンニャンボがね。うん。違うオロチやな。結構出るくない？実際出るよね。ただ多分今のところニャンボで新しい妖怪追加みたいなのは聞いてないから、多分ないんじゃないかな。またメンテナンスとかあれば別だけど、もうないでしょさすがに。昨日あったから。だから多分新しい妖怪は追加されずにニャンボ来るみたいな感じかな。はい、10月31日までです。言ったか。うん、ほら何も出ないでしょ。何も出ないんだよ。バン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 。ほらね、これやばくない？これ100連で俺何も出なかったらさすがにもう動画上げるのやめるね。もうさすがにやめるね。ちょっとまだ声がね、申し訳ない。聞き取りにくいかもしれないけど。いや、病院は行ったんやけどね。いや、なんか俺結構ね、いや何の話？まあいっか。病院の薬とか俺めっちゃ効くんよ。多分。普段全然飲まないから。今回ね、もう2日分ぐらい飲んだんだけど、まあまだ2日分だけどね。いつも2日分ぐらい飲んだらもう完全に治るんやけどね。なんか今回はあんまり治らないね。なんでやねん。なんでや。ケープガブニャン。ガブニャン。いや、ガブニャンじゃなくてもガブニャンって言おうと思ったら本当にガブニャンが出たわ。ちょ、待って、これやばくない？これなんも出なくない？ほらね、こういうね、復興系はね、はい、復興系は罠。間違いありません。間違いありません。シューカー出ましゅか、シューカー出ましゅか、シュカー。え、八頭身ウィスパー。え、これ古いウィスパーだよね。ちょっと待って、ややこしい。ややこしいわ。そうだよね。だって八頭身ハロウィスってあれだもんね、隠しステージやもんね。入ってたのかよ。こんなの入ってたのかよ。あ、ウィスパーコンプしたわ。入ってたのかよ。なんだよ。シューカー出ましゅか。何でもいいよ。復活のやつ。マカ、猫、他なんだっけ。あとなんだっけ。魔王支援。あ、カチカチ。シューカー出ましゅか。なんも出ないよ。なんも出ない。古いやつしか出ないもん。出たよ。古いやつしか出ない、これ。いや、これ動画にして意味あんのかな。これ意味あんのかな、これ。いや、だってこれ100連して、もし最初言った6体のやつが1つも出なかった場合、延長戦やるわ。先言っとくわ。さすがにってそれはさ、動画としてもちょっとおかしいでしょ。何の戦いかわかんないけど。で、主家は持ってないよ。今更やけど、サブアカはね、持ってないから、まあまあまあ、出ればね。出ればあれなんやけど、これ見たよね。いつ行きましょう。久々に主家がそっちそっちいや、まあいいんやけどね。いや、逆にこっちの方がいいんやけど。いや、でも、違うんだよね。いや、まあいいか。まあいいや。まあ Z ランクだから。Z ランクだからね。あ、まあでも確率一緒だった。でも、ダメ。あの6体のやつが出ないと、やばい。ちょっと待って、もう悪くない？あ、半分ぐらいか。あの6体のうち1個は出ないと。俺引くって言っちゃったから。おい、斜め団子3兄弟、団子、行こう。これ1個ぐらいは出るでしょ。これで1個ぐらい。ルビシュラ出たわ。ルビシュラ出るんかーい。いや、でも、ほんと出ない。やっぱ 0.2 って出ないよね。真ん中から、3体目だよね、この青髪おろち。青髪おろち 3！ カッパ2体目だよね。やばい。やっぱ取り消していい？ダメ？いや、だってこれ出なくない？これもしか、あと40連。やばい。ここで課金をいっぱいしちゃうっていうオチになる。でも1体も出ないわ。だってさすがにないよね。さすがにもう電話するわ。出るかな？誰にだよ。いや、わかんないけど。本当に出ないんだけど。本当に出ない。あんまり声出すとまだ良くないんだって。から、カルーラ。本当にカルーラ。待って、本当に出なくない？本当に。嘘でしょ。あと30連なんだけど。でもみんなが求めてるのは延長戦と見た。でも俺が求めてるのは。これ悪くない？これもしかしてさ。6体のうち何でもいいよ。ルビーシュラコマいらないよ。シューカ出ましゅか、ネコ出ましゅか、マーカ出ましゅか、カチカチ出ますか、シテンドージ出ますか、マオシエン出ますか、何にも出ませんか。もうやばくないね。罠でしょ。いや、俺は別に罠とか言いたいわけじゃないんだよ。それは10連で出なかっただけで罠とかそういうのじゃないよ。だって100連だよ。100連でしかも1個も出ないのはさ、これ罠と言っていいでしょ。だってそんなね、10連で出なかったから罠とかそういう話をしてるんじゃないんだよ。俺はそういう勝ったでしょ。頼む。何でもいいわ。しかじゃなくてもいいわ。何でもいいわ。はいどう、ほら一番当たりのやつ。ほらまあ本当だよ。こいつが一番当たりだね。主天童子がスキルが強いからね。スキルが溜まった状態からスタートだったかな、確か。しかもタップでデカプリだしね、必殺技が。真面目に話しちゃったわ。6体の中では一番当たりかな。でもさ、100連引いて1個しか出ないよ。100連して1個しか出ないのはちょっとあれやな。ちょっと渋いけど。あぶねえ。マジひどくない？いや、延長戦行こうかな、さすがに。ちょっとしょぼいよね。すべてを開けるわ。まあこの部分は使ってないかもしれないけどね。まあ一応110連にしとこう。いや、なんか主天童子1個じゃさすがになんかあれだよね。マジで出ないわ。もう絶対引かない方がいいです。もう俺が生贄となったわ。まあ別に俺はいいからね。ほら、こんなもんだから、本当に。ほら、ちょっと主天童子と似てるし、ちょっと主天童子と色似てたけどさ、ほら、もうこれ延長戦した意味だよ。これ延長戦使うわ、この部分使うわ。なんか知らないけど、ルビーシュラコマが2体出たわ。復興ガチャとは。はい、ってことで、こんな感じで、シュカはね、最初に言ったように、いや、なんかでも俺、あれなんだよね。スキル上げてるんやけどね、謎に。必殺技が使った後に技ゲージが少し残る。なんで俺これ上げたんやろ。ちょっとあんま覚えてないけど。いやー、これね、ダメージアップなんよね。いや、必殺技は好きなんやけどね。あんまり強くないです。はい。まあ、ここの部分別にいらないかもしれないけど。主天童子は、まああれですね。結構強いです。はい。スキル。ちゃんと上げてないのか。3でも 45%。まあ、半分ぐらい技が溜まって、最初スタートしてくれるんで、まあ主天童子は唯一当たりかなといった感じですね。はい、すいません。ちょっと風邪でね、あんまり動画上げれてなかったけど、今日からまた頑張りたいなと思います。ということで、よろしければ、チャンネルの高評価もぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。